広末涼子に異変、インスタに禁煙アップせず、コメント欄閉鎖の理由。ファンに向けて語った切実本音。長年所属した芸能プロダクションから今年2月に独立。現在は個人事務所の社長でもある女優の広末涼子44。そんな彼女は、今から6日前の4月18日にインスタグラムを更新。同日に開設したファンクラブ、 ニューフィールドの解説報告を、仰向けに寝て伸びをしている横長の3分割写真を添えて投稿した。広末さんは同月16日に、自身の誕生日でもある7月18日にファンクラブを開設すると予告していました。ただ、最近の彼女のインスタグラムでは、二つ異変とも言えることが起きているんですよね。ワイドショー関係者。一つは、 自身の金鋭がアップされなくなったことだという。広末さんは週末に自分の写真を投稿することが多く、6月頃からは良き週末をなどと添えて投稿していましたが、7月20日の投稿は自らの写真ではなかった。要所の前に、無造作に白と緑のトルコキキョウらしき花を置いた写真でした。16日の投稿も、広末さんが飼っている猫の肉球写真。 自らの姿を投稿する頻度が減っているように見えます。全度、広末は7月18日にインスタグラムのストーリーズ機能を利用して写真を投稿したが、それもハッシュタグ確か初めての撮影の日というハッシュタグ付きのデビュー当時の写真だった。そしてもう一つの異変がコメント欄の閉鎖だ。 広末さんは今年2月16日にインスタグラムを開設してから6月29日まで15回投稿していたがコメント欄は設けていなかった。しかし7月6日に投稿した黒いタートルネックのセーターを着た写真からはコメント欄を開放し12日の白い衣装を着た写真16日のファンクラブ開設予告の計3つの投稿はコメント欄を開放していたんです。 それが20日の投稿からまた閉鎖されたんですよね。閉鎖の理由はコメント欄が荒れていたことだと考えられます。コメント欄の解放後は広末さんに対する誹謗中傷と捉えられかねないものもあったため閉じることになったのではないでしょうか。全度そんな広末はインスタグラムの投稿に関してファンの前でだけ本音を語っていたようだ。どうやら 広末さんはインスタ投稿に行き詰まってしまっていたと言います。良くも悪くも、広末さんの投稿は大注目されてすぐニュースになってしまうので、それを気にして何を投稿すれば良いのか分からず戸惑ってしまっていると。広末さん自身が誕生日にファンクラブ限定で行った性配信で、そうしたことを語っていたと言いますね。前室のワイドショー関係者。 広瀬は2023年6月に人気シェフとば修作氏46とのダブル不倫が発覚し、当時の所属事務所から無期限謹慎処分を受け、7月には夫のキャンドル淳氏50との離婚を発表。さらに、今年2月に旧事務所から他元を分かつ形で独立したが、騒動を経てイメージがダウンしてしまっていて、未だに広瀬に対して厳しく言う声もある。 インスタで何か発信するたびに様々なメディアでネットニュースになるし、広末さんがインスタで披露するファッションを取り上げて、あれやこれや言及する記事も珍しくありません。また、コメント欄を開放していた時期は特にインスタの批判コメントも絡めた記事が目立っていましたし、ファンクラブの解説に疑問を呈する記事もあった。そのため、 応援してくれる人たちだけで情報共有ができるファンクラブの開設を機に、ヒロスエさんはインスタグラムのコメント欄を再度閉鎖して、さらに自身の金鋭の投稿も避けるようになったのではないでしょうか。今後は映画やイベントなど重要な告知がある時以外は、インスタの活用も控えめになっていくのかもしれませんね。全道ファンの前で切実な本音を漏らしていたというヒロスエ。 今後大きな仕事発表があるとも噂されるが、しばらくはひっそりとファンとの交流を楽しむのかもしれない。広末が騒動後、11ヶ月ぶりに公の場で姿を見せたのは今年4月17日に東京ビッグサイトで行われた第11回 FAW 東京のイベントだった。同月23日にインスタに投稿されたのはそのオフショット。 撮影時43歳だが、まるで大学生のような若々しさを感じさせる美脚である。